その大沼はエセックスの海岸にあって、チェルムバリの村とウィケルドロースのショーブラクトに挟まれています。荒れ果てた誠にわびしいありさまで、沼地や塩沢に救う野鳥の群れの鳴き交わす声がわびしさを一層募らせています。辺りは灰色と青と薄緑の色だけでも、時々日の出や日の入りには天も地も紅と金色の炎にパッと燃え上がります。引き潮になると、打ち捨てられたかつての灯台小屋の跡の黒ずみ砕けた石組みが水面に顔をのぞかせます。近年になってここは今一度人間の住居として用いられました。一人の孤独な男がここに住んだのです。見かけこそ醜い男でしたが、しかし偉大な美しいものを作り出す人でした。この男と、そしてこの男の友達となって、その身にまつわるグロテスクな形を通して内に潜む美しいものを見て取った一人の子供。これからお伝えするのはその二人の物語です。ライアダーが大沼に来て3年目の11月のある昼過ぎのこと、一人の子供が防波堤伝いに東大小屋の仕事場へ近づいてきました。なんだね、お嬢ちゃん。私が見つけたのよ。ほら、この鳥、怪我してるの。直してやれるの、おじさん。直せるとも、もちろんさ。こいつはカナダから来たスノーグースさ。それにしても、一体どうしてこんなところへやってきたのかな。この鳥を迷子の王女様って呼ぶことにしよう。6月のある朝、ほらほら王女様がどっか行っちゃうの。王女様はお城へお帰りだ。聞きな、俺たちにさよならを言ってる。鳥の飛び立ちとともにフリスが灯台小屋へ来ることもぱったり途絶えました。ラヤダーは再び孤独という言葉の意味を存分にかみしめたのでした。この夏、ラヤダーは記憶を頼りに一人の子供の絵を描きました。11月の嵐に金髪をはためかせている痩せっぽちの赤にまみれた女の子。その手には傷ついた白い鳥が抱かれているのでした。フリスにはもうとっくにライエダーが戻ってこないことは分かっていました。ですからある日の暮れ方、あの高らかな耳慣れた鳴き声が空から響くのを聞きつけた時も、船が戻ってくるはずの遥かな海にではなく大空に目を凝らしました。スノーグースはその燃え上がる空から矢のように舞い降りてきます。その光景、その声、そして辺りに漂うわびしさが、この時フリスの胸の中で堰を切りました。湧き立ち行き詰まるばかりの誠の愛が解き放たれて、涙となって存分にほとばしり出たのでした。フィリップ、恋しいよ。一瞬フリスはスノーグースが古巣に降りるのかと思いました。でもさっと低空をかすめただけで再び舞い上がり、懐かしい灯台の周りに大きな美しい輪を一回かいて飛ぶと、次第に高く上がってゆきました。